野村一万二一月10日体は、日本の表現方、泉流能楽士。君頭は、文化勲章。公益社団法人日本芸能、実演歌団体協議会会長、公益社団法人能楽協会顧問、日本芸術院会員、文化功労者。救名に四世、野村万之城、七世、野村万蔵。本名は、野村多良王。 社団法人能楽協会理事長などを歴任した。六世位、野村万蔵の長男として東京府に生まれる。太平洋戦争後、弟である二世位、野村万作と共に狂言のみならず、現代演劇や前衛演劇に出演するほか、おしんや、飛ぶがごとくなど、テレビドラマにも出演した。その一方で、小学校やホールでの公演も重ね、 狂言の一般的普及に大きく貢献した。現在も多くの舞台で活躍し、後進の育成にも力を注いでいる。1950年以来、長らく4世、野村万の城を名乗っていたが、1993年に7世、野村万蔵を襲名した。2000年に、諸世野村一万に改名する。2012年に皇太子なる人新郎、秋篠宮文人親王。 黒田清横らの企画で、みちこ皇后の記事を祝う、夕食会が催された際には、東宮御所にて皇族らの前で、下牛を披露した。日本の様々な芸能実演家団体を束ねる日本、芸能実演家団体協議会にて会長を務めており、在任中に、公益社団法人への移行を果たした。また、日本の農学士が加盟する、農学協会の理事長も務めており、 こちらも同様に公益社団法人化を果たした。1997年に重要無形文化財の格好認定を受けているほか、日本芸術委員会員に選出され、また文化功労者として検証されている。そのほか、東京都名誉都民の称号を送られている。2018年にはフランス芸術文化勲章オフィシエを受賞している。 2019年には文化勲章を受章。子に8世、野村万蔵、9世、野村万蔵。弟に野村万作、野村四郎、野村万之助。孫に6世、野村万之城。遠赤関係にある著名人は多数いるが、ここでは民法上の親族に該当する者の,のみ列挙する。ありがとうございます。